酒鈴木目は、甲骨魚類の分類群の一つ。トラウトパーチ目とも呼ばれ、3下七属で構成される。所属する原生の魚類は、淡水魚の実九種で、すべて北、アメリカに原曲して分布する。酒鈴木目は、タラメやアンコウ目と同じ、川曲ウアメと呼ばれるグループに属する。九種の実からなる、小さな分類群であり、 いずれも北アメリカの河川あるいは洞窟に生息し、日本には分布していない。背びれに弱いトゲ状を持つ。腹器は胸びれよりも後ろの位置にあり、尾びれの分子びれ状は16本。脂びれの有無は様々。元長頸骨と眼下長頸骨をかき、前上顎骨を突出させることはできない。外浴状骨と後蓋骨に歯を持つ。エラ状骨は6本。 水骨は28から35個。酒鈴木木は3化7属9種で構成される。かつては、肛門の位置や油びれの有無に基づき、酒鈴木あ木海賊鈴木あ木の2亜木に分けられていた。本木の単系統制については、異論があり、洞窟魚科は、側極期上目の他のグループや、極期上目のハゼ亜木に近いとする意見もある。 サケスズキカ魚類の化石種。本化は赤新生から四神四にかけて繁栄し、一族二種の実が現代に生き残っているサケスズキカ。パーコップサイデーは一族二種からなる。北アメリカ北部、特にアラスカからカナダ・ケベック州にかけて分布する。所属する二種類の内スズキパーコプシス、アミスカマイカスは、比較的広範囲に生息するが、ピートランスモーンタナは、 コロンビア川水系に原局している。酒鈴木は本目の魚類としては最も大きくなるものの、それでも体長は20センチメートルほどである。油びれを持つ。頭部には鱗がなく、体幹には円鱗と串鱗がある。背びれは1から2本のトゲ状と9から12本の南状からなる。腹気の位置は胸びれよりやや後方で、南状は8本。 ほぼ完全な側線を持つ。肛門は尻びれの前にある。海賊スズキアフリーダデラスシアノス海賊スズキか。アフリーダデライディは一族一種で、海賊スズキアフリーダデラスシアノスのみを含む。アメリカ合衆国東部に分布する。体長は13センチメートルほどになり、油びれをかく。背びれの棘状は3から4本、軟状は10から11本。腹器は、 胸びれの後方にあり、南条は7本。鱗は串鱗で、頭部の側面も鱗で覆われる。側線はないか、あっても、不完全。肛門は、稚魚の段階では尻びれのすぐ前にあるが、成長に従って移動し、制御では、災害の間に位置するようになる。また、成長につれて尻びれの、第三ひれ状が、南条から、棘状に変形するという特徴もある。 洞窟魚科の一種。本科魚類は、大半が、ホラーな生物で、視覚を失った種類が多い洞窟魚科。アンブライオプサイデーは5属6種を含み、アメリカ合衆国南部から東部にかけて分布する。コロガスター属を除く5種は、石灰岩の小乳洞を主な住処とする。目は小さく耐化し痕跡的で、4種では、完全に機能を失っている。体長は、 最大でも9センチメートル程度。ほとんどの種類は腹気を持たないが、ある場合は腹部に位置する。油びれを持たず、制御の肛門は、災害の間にある。側線はないか、不完全。ありがとうございます。